まさか。おい、そこのガキ。随分と変わった匂い、ばらまいてるな。すっげえ血の匂い。お前、誰の所有物だ？吸血鬼と血で契約を交わした人間上がりだろ。あんた誰だよ。ここで何をしていた？別に。どこにいる？誰だよそれ。知らないね。俺はこの子の身内だ。母親が死んだんで迎えに来た。身内？誠はどこだ？お前も死にたいか？やっぱりあんたが殺した。アゲハ！誰だ？想像した通り、俺に似て可愛いじゃないか。成長が止まるのを待って迎えに来るつもりだった。なのにあの女はお前を捨て、預けた先の神父もお前をいたぶったそうじゃないか。殺されて当然だろう。違う。お母さんはいつも一生懸命だった。でも俺が言うことを聞かないから。だから誠、お前は何も悪くない。だが捨てられた。なぜだ？ヴァンパイアだからだ。愚かな人間どもに自分を合わせる必要はない。誠、俺と来い。お前がお前らしく生きるための術を教えてやろう。お前の人生をバラ色、いや、シンクの血の色で染め上げてやる。ふざけんな。父親と一緒に行動するのは自然なことだ。そうやってまたあの時みたいに俺を殺す気か？殺す？お前を？あの時俺の首を絞めたのはお前だろ。違う、それは。お前がその気になるまでこの人間上がりのガキは俺が預かっておく。交換できるのはお前自身。よく考えておけ。アゲハ！アゲハ！
黄昏時の空見つめた眼差し、あの頃は譲れない夢を抱えてた。ああ、いつの日もこの胸を熱くさせるのは、まぶたの裏側で消えない思い出。あいつらはまぐれなんてもんはない、何気なくなんて怖い、そう歌いながら変わり続ける。風の中で笑ってたな。最後の一秒まで続く熱い想いを奏でていよう。悲しみを知る強き君にもらった情熱を灯しながら、寒顔を貸して。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。人を簡単に殺すようなやつだ。そんなやつの住人ならアゲハの実が持たねえよ。アゲハ、お前も闇を見たのだろう。僕は生まれてこなければよかったんだ。やめろマカト。人間はいつも我々吸血鬼を排除しようとする。同じ闇でも身を寄せ合えば温かい。もう恐れることは何もない。今日からマコトは私と暮らす。